日本のセクシー女優3人組、ハニーポップコーン。日本と韓国での活動は全くの別物。写真イコール、マキシム、日本の3人。海ガールズグループハニーポップコーン、三上優愛、桜もこ、松田よし子、が水着グラビアで、マキシム、8月号に登場した。ソウル光太。本で、のスタジオで行われた今回の、マキシム、の撮影でハニーピー。OPCORN は、上手な表情とポーズでキュートでセクシーな魅力を同時に披露した。三上優愛をはじめハニーポップコーンの3人のメンバーは日本のガールズグループ出身だが、その後セクシー女優として活動した経歴がある。韓国と K-POP の魅力に陥った3人のメンバーは、グループを結成し3月、デビュー。曲、ビビディバビディブーを韓国語で歌って韓国で活動することになった。続いインタビューで三上優愛は韓国語で歌うことについて、韓国で活動するなら、当然、韓国語で歌わなければならない。とし、思ったより早く覚えられた。日本語と韓国語は、似たような言葉が多くい、と答えた。続いて、ここまで歌とダンスの練習をしたのは初めてだ、とし、もっとたくさん練習して成長しなければならない、と韓国活動に対する真剣な姿勢を見せた。ハニーポップコーンのリーダーである三上優愛は、日本でセクシー女優として活動した経験と関連して話し始めた。予想はしたが、ここまで大変だとは全く考えていなかった、という彼女。まだアルバムも1枚しかないので、今後活動する姿に信頼を持ってもらえるようになりたい。という気持ちを伝えた。また、マキシム、読者をはじめ韓国ファンたちには、日本とは別の活動であるため、絶対的な作品との接点はない、と明らかにした。日本のセクシー女優3人組、ハニーポップコーン、7月に韓国でファンミーティングを開催。日本のセクシー女優3人組、ハニーポップコーン、デビュー曲、ビビディバビディブー、ミリボルト公開。日本のセクシー女優3人組、ハニーポップコーン、韓国デビューの感想を明かす、他の人がやらないことに挑戦したかった。